大垣神殿藩畑村陣屋は愛知県田原市福江町中高や瀬古にあった大垣神殿藩の陣屋。陣屋のあった厚見郡畑村は厚見半島の先端部近くの三河湾に面した入江の南側一帯を領域としていた。陣屋のあった場所は入江から少し上がった標高10から11メートルの段丘上に位置し、一帯では古くは 縄文時代から人が生活していた痕跡がある。戦国時代末期には、徳川家康配下の水軍州であるマ宮氏が、旗村を含む一帯を支配していた。マ宮氏は1590年の徳川家康の関東天保と共に移動したが、関ヶ原の戦い以降は再び、旗村一帯の五家村を支配していた。その後1619年、大垣藩主と出し鉄の次男、 ウ次常が、旗本として、間宮氏の治療地を領有した。間宮氏と戸田氏は、遠赤関係にあったことから、領主交代時にもともと、間宮氏の館があったところにそのまま戸田氏が入った、可能性が高く、陣やとからは、その可能性をうかがわせる遺物も出土している。この旗本、戸田氏は本藩である、大垣藩からの所領の文法などにより一万国の、 所領を得て大名に昇格し、1688年に大垣神殿藩となった。畑村神社は、厚見郡の畑、古田、向山、亀山、伊川津、日出の六家村と三河国ぬかた郡の柏山、牧平、細野光久、滝尻の五家村を支配する藩長となった。明治維新後の1869年に藩長が、 美ノ国大野郡の野村に移転したことから出張書となり、1871年に廃止となった。渡辺火山が描いた、畑村陣屋のスケッチ。3回雑誌書斎。大垣神殿藩は、上布扱いとなっていたことから、藩主は大阪かばん等を除けばほとんど江戸屋敷に居住した。家臣団の多くも、江戸染めであり、幕末期に作成された。 大垣神殿繁華新聞現場によると、99人いる、藩士の内畑村陣屋に勤めた者は7名だった。彼らは、軍武行、大官、目付、山巡り役などとして、厚見軍独家村、ぬかた軍五家村の統治に当たった。陣屋の規模はおよそ55メートル25メートルの長方形であり、陣屋の西側から北側にかけて、線形状に藩士の屋敷が配されていた。 元の村県出張所畠村地図によると北側には堀と土塁が存在していたことがわかる。また、建物については1833年に畠村を訪問した田原藩市で画家の渡辺、火山によるスケッチがあるが、これによると石垣を伴う歌舞伎門2箇所、長屋門1棟、柵、奥に建物があることが確認できる。鉄砲稽古場も存在していた。 また、江戸時代には、陣谷の西側の川口部が港となっており、川口部に沿って周辺に町屋が形成された。港は、伊勢、尾張、三河を結ぶ、結節点となり、尾張商人などの寝室もあり大きく賑わった。現在の城坂。道がタイル式となっている滅出した。特に1989年と呼ばれている。 大垣城から北西へ1キロメートル程度離れたところに室神屋があった。これは本藩である大垣藩との連絡を目的としたものであったと考えられている。このほか大垣神殿藩成立時には、ぬかた軍を家村の支配のため、ぬかた軍、柏山村に柏山神社があったものの短期間で廃止され、旗村神屋に統合された。 人ート地に建てられた福井蔵主城。厚見郡税総乱により。1934年4月1日撮影。1912年に厚見郡杉山村出身の福井森太郎が人ートに福井蔵主城を創業し、同地の井戸で酒を仕込んだ。1952年、福井主造は豊橋市中浜町に移転し、1989年に スーパーマーケットが建築された。そのスーパーマーケットが移転した後、2009年に福江地区ちづくりビジョンが作成された。その中で小規模公園の拡充が提案され、ジンヤートが予定地の広報に上がった。2013年の田原市総合計画に福江公園建設が盛り込まれた。 整備は2015年9月から始まり、翌2016年4月に完成し利用できるようになった。公園には、かまどとしても使えるベンチなどの防災設備が設置されている。1912年頃に、近隣の高台を崩した際に、弥生時が二十数点が出土し、考古学者の清野賢治のもとに送られたという。また、2008年に、ジミアートの北側で行った。 発掘調査では、弥生時のほか、縄文時代の石器や古墳時代前期の亀も出土している。当時の間宮氏の当主、これらの母は、戸田市鉄の父、一西の娘であった。1989年の現地調査の際に、大容器のすり鉢が出土した。大釜による政党は17世紀半ばまで存続するものの、このすり鉢について増山は、 他の陶器と異なり破片断面が摩耗していることから二次的な移動、格乱を受けたものと判断した。このため他の遺物とは由来が異なる古いものであり、具体的には間宮式のものではないかと考えている厚見軍師 1923P66 から67青つまえた羽根任見報告書2010 P53 から70、厚み調子、歴史上1991、P203 から205、厚み調子、歴史上1991、P310 から312、厚み調子、歴史上1991、P311、AB 増産1996、P59、厚み調子、歴史上1991、P314 から315、 厚見調子、歴史上1991、P320 から322、厚見調子、歴史下1991、P22 から27、厚見調子、歴史上1991、P319 から321、増山1996、P59 から61、厚見調子、歴史上1991、 P563 から568、厚み調子、歴史上1991、P310、厚み調子、歴史上1991、P318 から319、三内1992、P111、福井主導の遠隔、2017年12月30日閲覧、福江地区、まちづくりビジョン2009、 P9 海底版田原市総合計画2013 P125 福井航空町づくり推進計画2017 P6 AB 広報田原ナン、no. バー849地域の力地域の話題福江田原市 P12 2019年10月4日閲覧東愛知新聞2017年3月20日整備着々まもなく田原の福江公園が 完成2017年12月30日閲覧。ありがとうございます。